第一試合の総括いいかい野鳥。治ると分かっていても無意識で攻撃にブレーキをかけた可能性もある。それだけじゃないよ、相手を侮らないこと。分かったのじゃ。彼はまさしく奴隷なんだね。ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。今日に備えて八千穂は特訓とかしてた？ちょっと！ヤッチはいつもと変わらなかったよ。機嫌は良かったかな。